ドイツカップ2回戦が28日に行われ、日本代表香川慎司と丸岡満の所属するドルトムントは、アウェーで2部のザンクトパウリと対戦。香川は先発出場し、丸岡はベンチスタートだった。リーグ戦で6試合勝利がないドルトムントだが、33分に先制ゴールを挙げる。香川とケビン・グロスクロイツのパス交換で左サイドを崩し、グロスクロイツがサイド深くから折り返す。 ゴール前の香川がワンタッチで横パスを送り、最後はチーロインモービレが流し込み、ゴールネットを揺らした。ドルトムントは均衡を破ると、44分にもリードを広げる。インモービレが左サイドを突破してグラウンダーのクロスを供給すると、ゴール前に走り込んだマルコロイスが右足ダイレクトシュートで蹴り込み、チーム2ゴール目を上げた。後半を迎えると、3点目を奪えずにいたが、 ゴールキーパーミチェル・ランゲラクの後セーブもありザンクト・パウリをシャットアウト試合終了間際には香川が相手ゴールキーパーのキックミスを拾いシュートを沈めてダメ押しゴールを奪ったドルトムントは3対0と快勝を収め3回戦に駒を進めたなお香川は試合終了間際の88分までプレーし丸岡に出場機会はなかった